じゃあやってみますか。これ、なんだ。これ前やったことあるかもしれませんね。まあ一応やってみましょうか。はい。ああ、で、来ました、来ました。おお、普通にプレイできますね。これ初めてかな、これやるのは。もしかしたらね、魔女ドラキュラのハックロムですね。あ、でもこれ、ステージ構成同じですね、原作のあれとね。背景が違うだけですよね。背景同じですよね。背景だわ。背景違うだけで、そのステージ構成はほとんど同じですよね。いきなりあれですよね、なんていうの、1アップ取れましたね。ああ、このなんか犬が強くなってる気がするけど、原作より。これは初めてやりますね。微妙にやっぱり違うんですね。あれ、どないになってんのこれ。ここどうやって行くのこれ。下降りるんか。あ、この階段降りるんですね。あれ、こっち行けない。下かな。下から行くのか。あれ、いけない。どういうこっちゃ。ああ、落ちるんや。どういうことこれ。どうやって先進むんじゃい。あ、わかった。こっち、ああ、そっか、こう、じゃ穴や、穴があるんや。結構残機はありますね。ここジャンプしなあかんってことや。こうやって。あ、でも進めないやん。ここ登んのかい。どないなってんのこれ。こっちは？こっちも落ちたら死ぬの。これ最後の残機ですね。先進めないやん、これ。あ、こっち行くんかな、もしかして。こっちか？あ、いけないよな。こっちもいけなかったし。どういうこっちゃ。階段もないしね、こっち。階段らしく。あ、わかった。この上の階段行くのかな。それしかないよな、と。まあ、ハックロムですからね。行き止まりばっかりの場合もありますから。これはもう完璧じゃないですからね。先進めないゲームもあったりしますから、ここを登っていくのかな。それしかないもんね。あ、そういうことか。やっとわかったわ。でも最後の残機ですから、もう遅いですね、わかったところで。炎のおもちゃみたいに見える。押すか。
わ、強い。あ、割り。ゲームオーバーですね。これは、待ってよ。待って。これどうするのかな、もう、レトロフレークの使い方すら忘れてる。待って。レトロフレークのあのメニュー出すのどうやってやるんやったっけ？セレクトとスタートってないな。LR でもない。どうやるんや、これ。どうやるんやったっけ？あ、これか。あ、これですね。はい。これ、まあ、ホームボタンを押せば、はい。じゃあ、これで終わりたいと思います。